さて、あさって発売されるアップル社の携帯電話 iPhone を手に入れようと、販売するソフトバンクの店には早くもファンの行列ができています。先行販売されるこちらのソフトバンクの直営店には発売40時間以上前にもかかわらずすでに10人以上の列ができています。いつから並んでるんですか？昨日の午前6時から。どちらから？名古屋から来ました。これ発売されるのをずっと楽しみにしてたんで。何やってらっしゃるんですか？テスト勉強です。友達に頼まれただけなので全然わかんないんです。職場のみんなが面白がって応援してくれて、まあ、ここに来て必要なことはここでやればいいよみたいな感じで言ってくれてます。海外で出る時から気になってたんで、それとあとやっぱ多機能ですね。 iPhone はソフトバンクの直営店と一部の家電量販店で明後日の正午から発売されますが、表参道店では5時間前の朝7時から先行発売するということです。はい、明後日発売ということなんですね、はい、うん、早いですよね。もう久々にそういう、こう行列的なものを見たような感じもしますけども、ね、まあでも少しでも早く確実に手に入れたいという表れですかね。暑いですね皆さんね。そうですね、はい、はい。